今年のゴールデンウィークも観光地に見慣れた光景が。好奇心旺盛な女性たちはみんな旅上手です。皆さんよく旅行されるんですか？はい、いいですね。女性でね、サンババで。でも一体いつ頃から女性がこんなにも旅を楽しむようになったのでしょうか。かつて旅は男のもの、それも命がけで、出立には根性の別れがつきものでした。およそ270年続いた江戸時代、東海道中膝栗毛の発刊を機に庶民の間にも観光ブームが広がったと言われています。天下太平の世、少しずつ旅する女性の姿も。でもそれはお伊勢さんなどのお参り目的、現代の旅には欠かせないグルメやショッピングとは無縁の旅、長い間そう思われていたようですが、富山県公文書館に収蔵されている道中記、そこには江戸時代富山の女性が旅した記録が残されていたんです。皆さんこんにちは、佐古文代です。私も旅が大好きで世界60カ国日本全国を旅してきました。でもそれは現代の旅なので、江戸時代の女性は一体どんな旅をしてたんでしょうか。興味があります。明治維新まであとわずか。1864年に書かれた身延さんなど道中記、九五郎の妻美濃らが男性を含む女性数人で旅しているものと推察されます。富山市中尾井に今なお続く海内家、ここが道中記を書いたとされる美濃さんの住まいでした。先生、これってすごくシンプルに書かれてますよね。そうですね、必要最低限という感じがしますね。日記ではなくて小遣い帳ですよね、いくら支出したっていう。本当はなんか毎日どこを見たとか、もうちょっとコメントがあると面白いと思うんですけども、これ自体はもう本当に小遣い帳という感じですね。で、この女性ってどんな女性だと思います？ですね、信仰心が厚くて、比較的堅実な方だろうという感じはしますね。道中のルートから推察されるに、寺院巡りが中心で、日々の支出は旅籠代にわらじやちょっとした小遣い程度。でも旅の途中には奮発してちょっと高価な買い物もしているんです。今の女性と変わらないですかね。そういう面ではそうです。せっかく旅行に来たからちょっと奮発してもお土産買って帰ろうっていうところは一緒だと思いますね。私がこの道中記をもとに美濃さんたちの旅の足跡をたどってみたいと思います。でもパソコンもなかった時代にどうやって情報を得ていたんでしょうか。確かに富山から大江戸も随分離れてますしね。ってあれ、何見てるんですか。パソコン、身延さん旅行き方検索。そう、どうやら美濃さんたち以前書かれた海内家の道中記を参考に旅をしていたようなんです。今で言うブログみたいなもんですね。向かうは海内家が信仰していた日蓮宗の総本山、山梨県の身延山久遠寺。出発は1864年旧暦の5月29日、富山市中尾田の海内家を出発して伊の谷へ。でもまずここには第一関門がありました。それは伊の谷の関所です。ここが女性にとっての難関だったんです。この
リーはご覧のスポンサーの提供でお送りします。週末は家族で夢見る展示場。家づくりの始まりはジュートピア。マイホーム川柳募集中。今日も元気に東日本ハウス。ピンポン済んだらシャンポン食べよう。ジャンケン勝ったらシャンポン食べよう。シャンパン飲むよりシャンポン食べよう。チャンピオンだったらシャンポン食べよう。いつでも食べたくなる。とんこつ味もよろしく。 Nets the Creative。 高級車にかつてない力、突破せよベルファイア。猪谷の関所は富山と岐阜の県境近くにありました。女性と男性との旅の違い、それは関所を通る時です。ここでは関所手形が必要でした。館長、こちらが関所手形ということですか？そうです。幕府は関所手形と言ってます、うん、で、前田富山藩はこれを箇所と言ってます、うん、この箇所がないとやっぱり関所を通れなかったということですよね。そうです。女性は誰の許可が必要だったんですか？富山藩の家老です。家老というのは藩主について次の人です。じゃあかなり偉い人の、男の人は普通の町奉行で箇所をもらってる、女性だけは家老の許可がいったわけです。旅する必要がないですから。じゃあ なんで女性は旅しなあかんのですか？いや、旅したいと思うんですけれども。あ、女性の役割は子供を産むことと家業、働くことと、それ以外はないんですよね。そこ下のとこに女性の出国割合は、そうですね、およそ 3.2%、まあ、いろんなとこで調べられてる。例えば伊勢神宮の調べた調査では 4% ないし 5%、今回はここの箇所、全部の箇所の中で女性の割合が 3.2% ですから、大体こんなもんだろうと。100人のうちもう3人、もう貴重だからここに展示してるということですよね。要は貴重かどうかは分かりませんけど、ね、いやいや、そうですよ。箇所をよく見てみると56、53って随分年齢が高いですね。お金、はい、時間、うちが次の人が継いで、子供が継いで、余裕があると。だから子育て、今でも子育て、その奥さんは旅なんかできない。確かに、それ今でもやっぱり50過ぎてから旅っていうか。そうです。ねえ、皆さんお元気ですよね。同じでしょうね。同じですね、やっぱりね。と思います。家にばっかりじゃね。そう。さて、この猪谷の先にはもう一つの難関がありました。それが籠の渡しです。藩は軍事上の理由で川に橋を架けさせず、このように危なっかしい形態にしたんです。こちらですか？あ、乗ってみてください。籠の渡し、ちょっと これも本当に本物というか。そう、大丈夫、江戸時代の。乗られてる。いや、これさ、周り何にもないんですけれども、屋根もここに乗っかるんですか？そうです。え、またぐの？どうすんの？あ、これ絵の通り。ちょっと高さ8メーターだと思ってください。下8メートル下に水が、急流が、こういう感じですか？これですか？そうです。いや、揺れますよこれ。ね、26メーターありますから。え、26メーターの川幅。これだって気温の姿ですよ、女性で。そう。ちょっと待ってください。それで、ここわらじで。そうです。いやー。籠の渡しは、富山と岐阜の県境、新国境橋付近に架けられていました。本当に冒険ですね、これは。美濃さんら一行もここを籠で渡って飛騨に向かったようです。
まず手始めに事務用品は事務基地で全部揃えましょう。事務基地で決定です。ブラボー、ありがとう。さすが事務基地。84を使ってると爽やかな気持ちで人と接することができるんです。その自信大きいですね。ずっと爽やか、匂わない、自然の殺菌力84。自信になってます。太陽とエコと住まい、アイムの家エコシリーズ誕生。モダンスタイルにエコデザイン、太陽光発電を備えたオール電化住宅。詳しくは中田工務店で検索。中田工務店。リーフに貯めた電力で家の電気を約2日分も賄えます。この夏、日産リーフは暮らしの電源へ。リーフトゥーホームデビューフェア、プルバックカーもらえます。さて、今回の道中記を書いたと思われる美濃さん、その出身の海内家は農民でしたが、肝入りで比較的裕福な生活をしていたと考えられます。旅した当時の美濃さんは子育てが一段落した55歳。親戚に日蓮宗の住職がいることからも信仰心が厚かったと考えられます。また美濃さんの五男は明治初期に東京で新聞記者として活躍しました。富山県公文書館には海内家から寄贈された資料が数多く残されています。その中には美濃さん以外の人が書いた道中記や江戸時代に書かれた旅に関するさまざまな案内書や地図、幕末の異国船について書かれた本などがあり、さまざまな情報を海内家の人たちが得ていたことがわかります。さて、そういえば旅に欠かせない持ち物なんかは江戸時代の人はどう用意してたんでしょう。ん？旅、装備、心得。そう、こちら江戸時代に書かれた旅行用人集。冬の装備に怖い毒蛇、さらには足の壺や関所の場所も載っていて、これは重宝したことでしょう。旅行に持っていくものは懐中物のほかはなるべく少なくしなさい。持ち物がたくさんあるとなくしたりしてかえって煩わしいものであると。いやー、確かにそうですよね。昔も今も変わらないですよ。旅の持ち物は人それぞれながら、下着や小銭入れ、筆記具、携帯枕など必要最低限のものを持ち歩いて旅をしていたようです。こういう紐を持ってると荷物をくくれるし便利だと書かれてるんですけど、確かにこれだと洗濯物も干せるし、なかなか使えそうですよね。江戸時代の旅は歩きが基本。男性なら1日40キロ、女性なら30キロほど歩いたと言われます。旅の目印は一里塚や街道松。歩くのは早朝から夕方まで。関所が空いているのは明けむつから暮れむつまで。夜は追いはぎなどの危険がありました。女性の旅の装束はこんな感じ。着物はほとんど着たきりで、替えの下着を持ち歩き、こまめに洗濯して賄ったようです。その点からも月経が終わった年代の女性たちの旅はスムーズだったのでしょう。旅籠は朝夕2食付きで、お弁当も頼めば用意してくれます。美濃さんたちもお弁当があるので、途中で吸い物だけを購入して食べていたようです。さて、美濃さんらは猪谷から上岡を経て高山へと向かいました。ここ高山は江戸時代幕府の直轄地として、今同様多くの商人や旅人でにぎわっていたようです。さて、美濃さんご一行はここから中山道へ向かいました。でもあの峠を越えるのは大変だったんじゃないでしょうか。その場所はかの有名な野麦峠です。岐阜と長野の県境にあります。車でもなかなかたどり着かない場所です。富山からおよそ130キロ、美濃さんたち一行は5泊6日歩いてやっとここまでたどり着きました。
野麦峠は標高1672メートル。峠越えの道は冬季通行止めになっていて、5月1日からここまで来れるようになります。ちょっとそれると旧野麦街道があるんですけれども、今ハイキングコースになってるんですが、難所の風情ありますよね。この道は高山と江戸をつなぐ幕府の公用道で、富山の薬売りはもちろん、信州にブリを運ぶ人たちが数多く行き来しました。また明治時代、長野の製紙工場へ向かう娘たちが通った道でもあります。この重要な峠にあるのが、ここに出てますね、お助け小屋。お助け小屋は厳しい峠越えで亡くなる人が多かったことから、幕府が願いを聞き入れ、1841年に建てられたものです。古い建物ですね、はい、またそう昔のそのものをね、ここへ移築したものです。ここあれですか、今お食事とかできるわけですか。そうです、こちらもね、お食事するようにできてるんです。パネルがありますね。そうです、これがね、野麦峠の映画の時の写真の一部一部を、私も本当に映画見て感動しましたけど、あ、そうです、あの雪のシーンがやっぱ今でもね、はい、印象に残ってるんだけど、やっぱりほら雪のそうね、そうですね、当時やっぱり一番雪の深い時にこの峠を越えたんですけど、ここ実際冬というのは相当な、もうそう、雪は3メーターから4メーター近くになるんですね。なんかね、今でもこう風が吹き抜ける感じっていうか、上がってくる感じしますよね、はい、もうすぐ風がまだ今5月いっぱいぐらいはこういった冷たい風なんですね。さて、食事にはこの地方ならではのものが。お蕎麦にご飯がついてるんですね、はい、冷え飯ですね、これが、はい、これ冷え飯ですか。そうなんです、ちょっといただいてみます、はい、冷えが入ったご飯ってちょっとなかなかいただけないですよね。あ、ちょっとこの黄色っぽい、そうです、その小さい粒ですけどね、なんかこう香ばしい感じ。そうですね、ちょっと匂いもありますしね、はい、香ばしくて。当時っていうのはどうなんですかね。今はですね、冷えが本当パラパラっと入っとるだけなんですけど、当時は冷えの方が多いくらいな量で食べとったんですが。野麦峠の野麦とは熊笹のこと。まあ、こういう高いところでは蕎麦とか冷えとか泡が取れるんですよね。お米はまあ本当少ししか取れないんですけど。鉄道が開通するまで冬でもこの道を通るしかなかった昔の人たち。峠の道にはその厳しさを物語る避難小屋も残されています。ムーニー、世界で一番大切な肌に出会いました。新しいムーニーは低刺激、新素材エアシルキーで擦れを 40% カット。お肌に低刺激ムーニー。キッチン素敵よレオハウス、リビング広いぞレオハウス、行ってみようよレオハウス。レオハウスを見て決めなきゃね。ダイハツ、連れて帰る。車には乗らないよね、パパ。おお、乗ったの。想像以上の広々空間、乗せなくていいから。祝子育て全開、ダイハツタント。乗ったのにね。ゲオゲオはエントリー DVD 旧作毎日100円、さらにゲームソフトも大特価。ゲームを売るなら ゲオなら全国どこでも入会金無料。野麦峠を越えて寄合戸、ここから南下すると中山道の藪原宿に合流します。ここから習いに向かいます。いやー、江戸時代にタイムスリップしたような本当に雰囲気のあるところですね。今でもこういうところが残ってるんですよ。長野県塩尻市習い、およそ900メートルにわたって古い町並みが残ります。習い宿は中山道の真ん中の宿場で、藪原から習いに入るには、
鳥居峠という難所が控えていました。鳥居峠ってのはかなり険しい峠なんですね。まあ、道はね、こんな、まあ、ここの町の中はまあ広いんですけど、一旦峠の道に入ると非常にこう狭い道です。でなおかつですね、まあ、非常に懐が深いものですから、はい、あの辺りをねぐらにしたその、まあ、言ってみれば今で言うと強盗ですね、こういうのがよく出たと言われるところで、まあ、物騒なところがあったというよりも聞いています。これからじゃあ鳥居峠にね向かうその女性の気持ちっていうのはかなり、まあ一人じゃちょっとね行かれないですが、まあ、必ずね連れ立っていったと思いますけどね。そう、当時女性だけの旅はかなり稀で、大概男性が同行していました。美濃さんの旅も同様でした。この奈良井では典型的な宿場町の様子を見て取れます。こちらは考察場、女将からのお触れを宿場の入り口に掲げました。町の各所にある水飲み場は旅人の喉を潤し、防火用水の役割も果たしたのです。宿場の道筋はまっすぐではありません。ああ、でも曲がってますね。これをね、鍵の手と言ってますけれども、鍵の手、理由はですね、はい、この町は戦国時代を通ってきていますから、敵に攻め込まれた時にこの前をできるだけ見せにくく見えにくくする。なるほど、もうここで行き止まりがと一瞬なんか思っちゃいますよ ね。そしたらここをこう曲がると、なんとこの先にも、あるということで ね。また宿場町に欠かせないのが問屋場という詰め所の存在。この伊勢屋は月の半分その役目を担っていました。おえら方を馬の背に乗っけて、荷物も乗っけて隣の宿場までこのまあ送りするという役目が各職場に、宿場にね強制的といいますかね、それに義務付けられていて、その馬とか妊婦さんを扱う場所なんですね。さて、町を歩いていると旅する女性たちが目立ちます。皆さんよく旅行されるんですか？いいですね、女性でね、サンバまでもうご主人連れじゃないんですか、皆さん、ね、置いてくるのが最高。あ、なるほどね。皆さん旅を楽しんでますか？はい。佐古さんも旅をエンジョイです。疲れるとこういう甘いものが欲しくなりますよね。江戸時代の人もこういうちょっと甘いもので、ね、疲れを取ったんでしょうね。お腹が満足したら気になるのは泊まるとこ、しかも安心な、これは今も変わりませんよね。地球からエイコエイコと褒められる。家づくりの始まりはジュートピア。マイホーム川柳募集中。未来の住まいに求められる様々な課題を高い水準でクリア。大和ハウスの全てが結晶したまさに進化した住まいです。Mingles in your navel, tingles on your toes, lingers on your legs. Everywhere it goes, everybody sweats, the world goes spinning round. Here comes a sunny day.暑いね。わかった。白熊だ。おお。快適でしょ。本当だ。こう見えて節電してるんだ。白熊くんはワンタッチ節電を足し算。快適に節電。省エネ。日立。富山を出発して目指すは山梨県の身延山。富山の女性旅の足跡をたどります。江戸時代の旅に欠かせないのがこのわらじですよね。1日とか2日で交換してたということですから、やっぱりすり減るんでしょうね。これどうやって履くの？これでやってあ、履き方まで載ってんですね。そう？いやー、自信ないですけど、こんな感じでいいんでしょうかね。じゃあ行きますか。いやー、なんか足にフィットしていい感じなんですけど。
ほら、もう全然。そうさ、これ30キロぐらいです。女性。これで30キロ。いやー。あ、でもほら、平気だ、ほら。ほら、飛脚みたい。最初は警戒だったんですけど、だんだんこのね、紐がね、痛いのよ、これが。ちょっと一休みしたいとこですね。あ、こちら、いちご屋さん。この奈良井宿で一番古い宿ということなんですけれども。わー、風情がありますね。失礼します。あ、ごめんください。いやー、わらじがだんだん痛くなってきた。あ、そうです。ね、昔の人のね、旅のスタイルでございますね。じゃあわらじはじゃあここで脱ぐ感じなんですかね、はい、そうですね。ここがね、上がりかまちと言いましてね、座った時にちょうどいい座り心地の高さ、洗いおけを持ってきて、ここでわらじを脱いで足を洗って、それで上がっていただくという。じゃあここでこうやって脱いだわけですね。はい。あ、江戸時代の人もここに来るとほっとしたんでしょうね。そうですね。ここでね、あの腰掛けた時にやっとあの宿に到着したってことで、この高さというのは本当にこう貴重ですよね。そうですね。創業220年余りの歴史を持つ旅籠越後屋、いにしえを知る貴重なものがたくさん残されています。ちょっとこの正面に、はい、ほら古い看板が、はい、これはね、あの招き看板といいましてね、はい、あの昔街道を旅される方はあの甲という一つのグループ、はい、団体を作りまして、それで甲本がうちをね指定宿として、看板を送ってきますのでね、それであのお客様をお迎えしたって。じゃあこうっていうのは、はい、安心できる旅籠の組合ということですよね。そうですね。安心な宿泊先は今でも必須条件。各地方の優良な旅籠をまとめた本があって、美濃さんの家にもありました。参考にしていたんでしょうね。当時って予約なんかはできたんですか？はい、そうしますとね、その甲本から何月何日に何名来ますというふうに飛脚で連絡が来ますので、そうするとこの預かっている甲の看板を玄関に出して、それでお待ちする今の旅館ホテルの何々ご一行様の、昔バージョンとね考えていただければ。気になる宿の中を案内してもらいました。あれですね、ここほらちょっとこう天井が、そうですね、これもう今の人のねサイズですとすぐ頭がぶつかるんででも江戸時代の方はね、はい、やっぱり身長がそれなりに低かったので、だいたいこれ170ちょっとぐらいしかないですがね、これがまあ昔のお家の標準サイズ。はい、それではどうぞ。この奥まであるの？はい。ちょっとあのさ、間口は狭いんですけど、はい、すごい奥行きですね。そうですね、間口の幅で税金が変わったので奥行きを長くした奈良井の標準的な間取りです。ご主人で9代目、少しずつ手を加えながら江戸時代からの建物を大切に使っているそうです。ここに住むご主人としてはどうですか、はい、この奈良井宿を。そうですね、ずっと昔からね、私だけのうちに限らず、どこのうちも先祖代々から、奈良井に住み続けて、こういうふうにして、宿場を守ってくれたのでね、ですから、まあ、これから私たちの世代がね、後世に、残していくっていうことがね、まあ、使命の一つでもありますしね。さあ、ここからはカゴを使いましょう。カゴかきさん、お願いします。せーの。おっ、いやー、なかなか進みが遅いですね。さて、今中高年の間で旧街道を歩くのがちょっとしたブームとなっています。どこからいらっしゃって？長崎に。長崎県ですね。長崎県、で長崎街道地の我々歩いてたんですよね。大体歩いてしまったから、今度はどっか歩こうじゃないかっていうことになって中先頭になった。ご近所で鳥居峠険しかったですか？これからまた越えられますか？それほど険しくなかったですね、今までの中で結構厳しいことだったですね。昨日の塩尻峠が険しかった。塩尻峠だって険しかった。
さあ美濃さんたちは奈良井から塩尻、そして下諏訪へ。下諏訪は中山道と甲州街道の合流地点です。下諏訪宿本陣、ここに中山道を通った象徴的な女性が宿泊しました。徳川十四代将軍家茂に嫁いだ皇女和宮です。下諏訪本陣の隣の旅館には和宮が泊まった上段の間が残されています。このお部屋の外側ですねに、畳がぐるっとこう、この上段の間を囲むように引いてありますけれど、これ入り側と言います。で、入り側っていうのは外からですね槍を刺しても届かないようにこれだけの幅を取ってあるということですね。この宿では和宮が食べたという夕食も再現していました。一汁四菜、諏訪湖で採れたうなぎや鯉が出されたそうです。ちなみに一般的な旅籠の食事は一汁二菜から三菜が基本でした。まあ、あの奈良漬けがとてもお好きだったということですのでね、奈良漬けとこれはあの汁物、これ赤だしになってるんですね。ですので、あの多分その京都をお立ちになる時に普段召し上がってたお漬物とお味噌お持ちになられたものを使ったんではないかなというふうに思われますけれどもね。さあいよいよ目的地が近くなってきました。下諏訪から甲州街道を進み山梨県の韮崎あたりに来るとこの景色、見事な富士山を拝めます。身延山まではあとわずかです。太陽とエコと住まい、アイムの家エコシリーズ誕生。モダンスタイルにエコデザイン、太陽光発電を備えたオール電化住宅、詳しくは中田工務店で検索。中田工務店。一日一分美人時間始めませんか。ハトムギキレイプロジェクト東博美人。私もそろそろ気になっていたんですよ。そんな市賀さんが大満足。80倍のアミノ酸、ウエストも笑顔。詳しくは今朝の新聞織り込みで。 DMZ 笑顔生活、秘密は新聞織り込みね。本能寺の変、その黒幕キリストに子孫はいた。月面着陸滅亡説、週刊歴史のミステリー創刊。あなたの知っている歴史が真実とは限らない。創刊号は100円。途中で値を上げると思っていた。知らなかった、この子たちがこんなに成長していたこと。強さ、絆を強くする。三菱デリカ D5 選べる三菱のエコカー補助金対象者、今ならオプションプレゼント。こんばんは、榎本です。山あいの小さな村で起きた初めての密室事件、幽霊の仕業でしょうか。二人だけで盛り上がってんじゃないよ。この密室は意図して作られたものではなかったということです。真犯人が誰なのか分かりました。ちょっとこれ見てくださいよ。ずーっと階段が上まで続いてるんですよ。参拝するのにこれ登っていくんですか。いよいよたどり着きました身延山久遠寺です。この石段は身延山の名物、287段あって、これを登りきるのは至難の業。佐古さんは数段でリタイア。ここは山梨県身延町。身延山久遠寺は日蓮宗の総本山。朝5時半、久遠寺は荘厳な雰囲気に包まれます。僧侶数十
10人が読経をする朝のお勤め。日蓮宗の信徒でなくても背筋が伸びる感じがします。さて、日蓮宗と富山藩には意外な関係がありました。富山藩二代藩主前田正敏らが日蓮宗を拠り所にしていたのです。家臣の間でもですね、はい、法華信仰が広まっていたものと推察されるものであります。林さん、美濃さんの道中記をどう見たのでしょう。これご覧になって、はい、大変貴重なものを拝見することができてありがたく思っておりますけれども、こういった資料によりましてですね、当時どのような料金をお支払いになられたのか、参詣するにあたりましてどのようなお時間をかけられたのか、そういったことが種々わかる大変貴重な資料でございます。シンプルに書かれた美濃さんの道中記ですが、美濃部さんの部分は会長料などの記載がなされています。そしてここ美濃部さんには美濃さんら海内家の人々が泊まった宿坊地弱坊があります。失礼します。あ、いらっしゃいませ。どうもお疲れ様でございます。はい、お待ちしておりました。よろしくお願いいたします。まあ綺麗なお店まで、いや、とんでもございません。どうぞお上がりくださいませ。この正面のお花は、はい、あ、一応あの季節のお花を絶やさないようにしております。奥様の趣味で、はい、なんかあれですね、もうこう、はい、モダンな雰囲気がなんかもう全体的に漂ってますね。あの古い建物ですので、まあ、あの使いやすいように、はい、あのちょっとモダンな部分とうまく調和するように、はい、工夫しておりますけれども、まるでプチホテルのよう。最近宿坊は若い女性にも人気なんだそうです。ちょっと宿坊のイメージは変わりましたね。なんかこうセレブな気分になりました。ありがとうございます。はい、江戸時代とはちょっと違う現代版の宿坊です。いや、豪華なお食事ね。ありがとうございます。なんかこうバランスがいいですよね。ちょっとあの宿坊というと一世一世のイメージがあったんですけど、はい、そうですね、びっくりですね。あのワインをよろしかったら、はい、お飲みになりますか。ワインまであるんですか。そうですね、今はいただきます。やっぱり山梨県というとやっぱりワインですので。あ、飲みやすくて。何からいただきましょうか。そうですね、はい、あのまあ、地元の名産があのやっぱり生岩ですので、はい、こういうなんか器も凝ってらっしゃいますよね。湯葉のこのあの大豆の香りがいいですね。季節の食材を使った一品一品手の込んだ料理です。この香りが、今いろいろとあの新鮮なお魚も手に入りますので、あのお刺身なども出させていただいております。お刺身なんか、はい、もう本当にあの若い女性で、あの、はい、まあ、ある意味こうあの日蓮宗のことを知らなくてもよろしいんですか。そうですね、うん、最近あのパワースポットで、ね、皆さんあの興味を持たれていらっしゃる方もいらっしゃいますですね。さて、数ある宿坊の中でなぜ海内家の人はここ地弱坊に泊まったのか、その訳を主の池上住職に教えていただきました。その歴史は1700年代に定められた宿坊割にあります。それまで住野坊というところに割り当てられていた7カ国分が地弱坊の割り当てに変更されるんですね。でそれによってあの富山のお住まいの皆さんはこの地弱坊へ泊まるようにという定めが出来上がるわけです。じゃあもう当時お泊まりになった人の何パーセントぐらいが富山の。そうですね、あの、まあ、実際にあの家計簿が残ってるわけでは、水筒簿が残ってるわけではないので何とも言えませんが、過去帳で、この地弱坊に泊まられて、この地弱坊に分骨をされたりしたような方のこう数を見ていきますと、
7割ぐらい。うわ、はい、もうじゃあまあ富山にお住まいの人御用達っていう感じですかね。そうですね、はい、そうまさしくそういう意味だと思います、はい。この地弱坊と、はい、その富山県の方たちとの結びつきを一番端的に示しているのが、うん、この地弱坊と書いてある碑、なんですけれども、はい、ここに越中富山家臣というのがございますね。あ、本当だ、はい、田辺文五郎さんという方が、はい、この石碑を建てた、まあ、一種の供養塔みたいなものなんですけれども、まあ、それがまあ大体1800年頃でしょうかね。今でも富山の人多いですか、こちらにお泊まりになる方。あ、今はそうでもないですけれども、でもたびたびお使いになっていただいている方はたくさんいらっしゃいます。でも江戸時代あれですよね、富山からここを目指して来られた方がたくさんいたということですよね。そうですね、険しい山を越えられて来られたということですね。宿坊に泊まり住職の手配で参拝をするのが昔の習わし。美濃さんたちも4日ほどこの身延山にとどまり、さまざまな場所を回ったものと思われます。実はこの上にもお寺がありまして、登山してお参りする人がいるということなんですけど、私の場合はちょっとこちらのロープウェイで上がりたいと思います。皆さんと違って私は本当に文明の利器を使ってますよね。申し訳ないです。歩きなら2時間半かかるところをロープウェイなら7分です。いやー、やってきましたよ、身延山の山頂、標高1153メートル。身延山までやってきたわけですから、これで美濃さんたちの旅は終わりなんですよね。いえいえ、美濃さんたちあることを考えていました。そう、ここまで来たら行くしかないでしょう。お父さん、こちらでしたか。落ち着くな。君は勘違いをしている。私は君を好きではない。今もこれからもここは私の庭だ。あくまでも私の。気持ちいい。庭にもう一部屋、リクシルのガーデンルームキャンペーン中。あなたのセールスポイントは？ゴー！はい、元気な笑顔です。就活生を応援します。石金正規。セブンアイ、セブンイレブンウェア、ワンピース700円をお買い上げごとに人気の商品やオリジナルグッズがその場で当たる。さらに応募でも当たる。嬉しい。セブンイレブンウェア、タイアップ商品も。ダイハツ、今なら免税だよ。取得税、重量税が 100% 免税に、7万円の補助金も。ダイハツはエコカー免税車がいっぱい。みんなでエコ。ワイルド芸人&ワイルドオネエが登場。ワイルドだろ。スマップもワイルドに。そしてジャニーズジュニアがスマップを格付け。輪ゴムみたいに。これジョンメネージャーだ。若旦那様、犬関係ご案内か。いっそ三等分するという考え。ありえない。家督は分けられるもんじゃないんだ。太平さん宛てのものが最も適切な書面だね。もうしまった。美濃さんたちの旅はこれで終わりではなかったんです。この富士川を下って東海道に向かったんです。目指すは江戸です。効率よい旅に使われた船下り。美濃さんも船を使って東海道に向かいました。江戸時代は山梨県の梶賀沢から静岡県までおよそ70キロの川下りができました。今年およそ100年ぶりに富士川下りが復活。梶賀沢からおよそ5キロの川下りを楽しむことができます。東海道に出てさらに道中を急ぐ一行、ここではなんと海を渡りました。それにはここ根府川の関所の存在があったんです。根府川の関所は
女改めの厳しさで知られる箱根の関所の脇関所でした。ここを回避したんです。この記録は小遣い帳ですからあんまりこうコメントがないんですけど、ここだけはですね、船乗った理由として、それは根府川の番所が厳しいからだと、まあ、コメントをつけていますから、明らかにそういう関所を迂回してるっていう、これまで知られていた江戸時代の女性の旅の典型的なパターンが読み取れると思います。ちなみに海内家の7年前の道中記には根府川というところあり、ここに御番所あり、男は邪魔なしと書かれています。で、各地の関所を通るときには地元の人がそういう斡旋をしていまして、しかるべき手数料を払って、抜け道を回るっていうことが一般的に行われていたっていうことが、これまでも知られていまして、この資料の中でも、あちこちにその近道案内っていう迂回路が出てきますね。さあ海を渡って横浜にやってきました。ここ横浜が開港されたのが1859年、今からおよそ150年前のことなんですね。ペリーの来航から数年で横浜が開港され、多くの外国人がこの地にやってきて商売を始めました。美濃さんも外国人居留地を見物に訪れたようです。開港5年後にここに来たわけですから、ここで初めて外国の人を目にしたんでしょうね。江戸時代の人たちにとってそれは衝撃的な出来事だったと思います。目の青くて鼻の高い人、びっくりしたでしょうね。外国人殺傷事件などがしばしば起きた物騒な時、好奇心の方が勝ったんでしょう。そして美濃さんたち、ここ横浜で高い買い物をしました。五六連というもんなんですが、当人屋敷で購入しました。五六連、一体どんなものなんでしょうか。それは東京国立博物館に収蔵されていました。五六連とはラクダ、ヤギ、羊などの毛で作られた舶来の毛織物。幕末にはこの生地で洋服が作られ、女帯もとても流行したそうです。庶民憧れの舶来品。新しいもの、まだ見ぬものに憧れる気持ちは今と変わりませんね。さあ横浜を後にしたら、日本橋、富山を出発して25日でここに到着したわけですよ。旅の達成感ひとしおだったでしょうね。美濃さんたちはこの日本橋近くの馬喰町に宿泊して江戸見物をしたということなんです。日本橋は全国各地に通じる街道の起点ですから、江戸の旅には欠かせない場所ということになりますよね。江戸には老舗もいっぱい、買い物も楽しかったことでしょう。こんな買い物案内も一般的に知られていました。これ一冊あれば買いたいものがどこで買えるかちゃんとわかるんです。今も昔も観光名所の浅草寺や信仰心の強い美濃さんだけに、日蓮宗ゆかりの寺も訪れていたようです。そして江戸の最後にやってきたのが今のこちら東京大学なんです。どうしてこちらを訪れたのか皆さんお分かりですか。実はこの東京大学本郷キャンパスに加賀藩江戸屋敷があったのです。赤門は当時を忍ばせる数少ない史跡。河原には加賀藩の梅鉢の門と徳川の葵の門が見て取れます。美濃さんの住んでいた中尾田村は加賀藩領なんですね。ですから地元の大人様のお屋敷は絶対に見ておかなくちゃということなんでしょうね。加賀藩江戸屋敷の敷地はおよそ10万3000坪で、東京ドーム7つ分ほどの広さ。
ここに多い時で4000人ほどが暮らしていたそうです。大学構内にある三四郎池にも大名庭園の面影がわずかに残っていますよ。私は駆け足でここまでやってきましたが、昔の人たちは一歩一歩歩いてここまでたどり着いたんでしょうね。今は便利になりましたけれども、昔の人たちはその当時の情報をそれなりに得て旅を生き生きと楽しんできたというのが本当によく分かりました。たくさんのお土産と土産話を持って私も富山に帰ります。いやー、昔も今も旅は楽しいです。海内家の美野さんらの旅帰りは雪とは違うルート。やっぱりいろいろ見たかったんでしょうね。およそ1ヶ月半の旅、かかった費用はしめて5両3種。江戸時代のお金の換算についてはいろんな研究があるんですけれども、この時代の江戸時代のまあ後半から終わり近くですと、だいたい1両が5万円ぐらいというふうに言われてますので、掛け算をしますと、まあ25万円から30万円ぐらいの感覚で、考えていただいていいと思います。日常的に出せるお金ではないと思いますので、思い切って一生に一度になるかもしれないっていう大旅行を企てて、旅をしたということを表していると思います。富山に帰ったら村を挙げて美野さんらを迎えたようです。ご馳走を持ち寄り宴を催す、お土産話に花が咲いたこと間違いないでしょう。さて、海内家の親族は今も美濃部山に出かけています。行ってらっしゃい。今年の1月25日に父が亡くなったんだから、それの納骨に場所の人をみんな歩いていただけば、あそこの何もいいのに底知れぬバイタリティと強い信念で旅に出かけた江戸時代の人たち。旅が私たちにいろんなことを教えてくれることを知っていたのでしょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。